三ツ脇寺は、北海道宇流軍幌加内町朱鞠内にある新州、大谷派の寺院。本堂は、朱鞠内旧三ツ脇寺、笹の母標展示館となっている。旧三ツ脇寺本堂朱鞠内で、鉄道、ダム工事が行われた1940年代は、太平洋戦争のただ中にあり、他古労働者や朝鮮人、中国人労働者を使った強引な工事が行われていた。 シュマリ内は道内有数の豪雪地帯で知られ、冬季の気温も低く摂氏40度を記録するなど、非常に過酷な自然環境にあったが、国策である工事は、冬季間も休まず続けられた。労働者の中には、過酷な労働に加えて、自然環境の厳しさから、怪我や病気になる者が絶えず、死に至った者も,も少なくなかった。工事犠牲者は、 後の調査によって214名が判明しているが、三つ明寺本堂で当時犠牲となった労働者が木の幹のままで人よの弔いを受けた。本堂内部は近くの宇流ダムと新名泉鉄道工事におけるタコベ屋労働、強制労働の歴史を展示する資料館となっている。入場は無料。陶器は降雪のため閉鎖されている模様。 館内は1940年代当時の工事の様子がパネル展示されるほか、戦後に行われた犠牲者の遺骨発掘活動などの模様が紹介されている。ビデオも設置されており、希望者は自由に視聴することができる。また、工事犠牲者の遺廃が建物奥に並べられている。下記には来館者が最も多く、シュマリナ内湖を訪れた観光客や、 九神名船目当ての鉄道ファンにも知られている。中高生の体験学習にも利用されるほか、宿泊施設としても一般に開放されている。ありがとうございます。